誰が敵か味方か手に汗握るサスペンス。怒涛の展開で悪に鉄槌を下す弁護士もの。昨今重厚感のある社会派ストーリーが流行中な韓国ドラマ、皆さんそろそろ欲しがってるんじゃない？胸キュンを。そんな今回はカンドラ沼民がハマりにハマった王道ラブコメ特集。日本最大級のドラマレビューサイトフィルマークスで星 4.0 以上を獲得した作品をピックアップ。カンドラ駆け出しにもってこい、幸福ホルモン大放出のドラマたちをご紹介よ。キム秘書は一体なぜ。超俺様ナルシストヨンジュンは唯一信頼する敏腕秘書キムミソの突然すぎる辞職宣言に大パニック。果たして彼女の退社を阻止できるのか。仕事一筋恋愛未経験の二人が織りなすドキドキのシンデレララブコメディ。エリート御曹司ヨンジュンをイテウォンクラスのパクソジュン様、キム秘書ことミソを彼女の私生活のパクミニョン様、ラブコメの神と女神、ドリームカップルの最上級ケミを楽しんで。100カ国以上に放送配信権を販売、同時間帯視聴率話題の番組1位を記録し、フィルマークスで視聴済みに入れた沼民はなんと3万3000人超え。恋愛未経験同士の初々しい姿からいつそんな技術習得したのっていう上級者テクまでキュートな旦那様が見放題。胸キュン指数は最高得点な上に悪人も出ず、気楽に見れるから安心して開封してちょうだい。ラブコメでキム秘書を紹介せずに何を紹介すればいいの？てくらい王道の作品を今すぐ見て。キム秘書は一体なぜは全32話、Netflix、Amazon プライム、Unext などで見放題配信。女神降臨。外見を理由にいじめを受け、自殺まで考えたがメイクで女神に変身したジュギョン。彼女の素顔を知る学校一のイケメンでソシオパスと噂のスホ、彼と犬猿の仲のソジュン、ドキドキの三角関係に胸が鳴る学園青春ラブコメディ。メイクで女神になったジュギョンを子役出身のムンガヨン様、成績もビジュアルも最上級のスホをアストロのチャウヌ様、学校でスホと人気を二分するソジュンをアンナラスマナラのファンイニョプ様。世界的に人気なウェブ漫画がオリジナル要素とともに生まれ変わる。公開前から実写化するならスホはうぬと言わしめたチャウヌ様をはじめ、特に主要キャストは漫画から飛び出してきたような抜群のシンクロ率。脇を添えるキャラもコミカルな魅力で面白さを倍増してくれるわ。劇中のパロディや特別出演、コンプレックスを持つあなたに勇気をくれる成長劇にも注目。魅力的な眼福イケメンスホとソジュン、2人のどちらにあなたは転ぶかしら。女神降臨は全26話、 Unext でのみ見放題配信。星から来たあなた。宇宙人のミンジュンは自分の正体を隠し404年もの間地球で暮らしていた。しかしあと3ヶ月で故郷の星に帰るはずが、マンションの隣にトップ女優ソンイが引っ越してきて生活が一変。クールな異星人とトップスターの恋を描いたラブコメディ。真面目で冷静沈着な宇宙人ミンジュンを最古だけど大丈夫のキムスヒョン様、韓国ナンバーワン女優ソンイを青弓の伝説のチョンジヒョン様、さらに脇の主役級俳優たちもドラマを輝かせるわ。最高視聴率 33.2% を獲得し、ペクサン芸術大賞など数々の賞を受賞。主演2人が使用したアイテムが次々と完売するほどの社会現象を生んだの。あの愛の不時着の作家が脚本を担当し、ラブコメ、ファンタジー、サスペンス、個性的な世界観で非現実を様々な視点から楽しめるわ。クールな宇宙人に扮したキムスヒョン様とコミカルな演技がたまらないチョンジヒョン様、ファンタジーに違和感を感じさせない演技派2人の掛け合いを楽しんで。星から来たあなたは全21話、 Unext でのみ見放題配信。流れ星。俳優事務所の裏方ハンビョルはスターを輝かせるために日々奮闘している。そんな中、事務所の看板俳優テソンが韓国に帰ってきて、バレてはいけない秘密の恋が動き出す。トップスターと一般社員の胸キュンラブコメディ。
俳優事務所の広報チーム長ハンビョルを恋のゴールドメダルのイーソンギョン様、国民的スターテソンを偶然見つけた春のキムヨンデ様、名脇役から国民女優まで毎話登場する豪華スターの特別出演にも注目。日本では悪者が出てこず、主演2人以外の登場人物もみんな幸せと熱烈なファンが続出し、フィルマークスで星 4.1 の評価を獲得。ロマンスだけでなく、家族愛や同僚との絆、親友との悲しい別れなど、笑って泣ける盛りだくさんな物語に感情が忙しいわ。キムヨンデ様のクールだけどコミカルな姿に燃えること間違いなし。感情移入を加速させる OST やペントハウス民歓喜の共演や特別出演など、とにかく見どころ満載。スターが行き交うスターフォースエンターテインメントにあなたも出勤してきて。流れ星は全16話、 Unext でのみ見放題配信。恋のゴールドメダル。体育大学の寮で偶然出会ったジュニョンと牧樹、実は2人は小学校の同級生だった。人気の水泳部男子と重量挙げ一筋な女の子、そんな2人に恋が芽生え、繰り広げられる青春ラブコメディ。重量挙げ部の期待の星牧樹をロマンドクターキムサブ2のイーソンギョン様、水泳部トップ選手ジュニョンを25-21のナムジュヒョク様、相性ぴったりの2人にときめくわ。 MBC 演技大賞の演技賞を受賞した主演お二人の出世作、ナムジュヒョク様の鍛え上げられた肉体を拝めるシーンがてんこ盛り。牧樹を呼ぶトゥーンを聞くたびにやけてしまうわ。イーソンギョン様は長かった髪をバッサリとカットし、10キロの増量で変身。スポーツ少女の恋愛模様をリアルに表現しているの。二人の怒涛のスキンシップなど、こそばゆいシーンの数々に胸キュンが止まらず、見てる間もう頬が緩みっぱなし。大学生の等身大の恋愛を描いた物語に、あなたも学生時代に戻りたいって悶絶するはずよ。恋のゴールドメダルは全16話、今表示されているサービスで見放題配信。社内お見合い。ハリは親友に頼まれ、代わりにお見合いの席へ。なんとそこに現れたのは自身が勤める会社の社長だった。素性を隠したまま契約恋愛する羽目になった彼女は、社員だとバレずに乗り切れるのか。スリルたっぷりのドタバタラブコメディ。ヒロインハリを悪霊狩猟団カウンターズのキムセジョン様、社長兼始祖長テムをアビスのアンヒョソプ様、本作で大ブレイクしたサブカップルソルイナ様とキムミンギュ様にも注目よ。人生キャラを更新アンヒョソプ様と、主人公に勝るとも劣らぬ魅力キムミンギュ様、完璧な2人がヒロインに振り回される姿は可愛さ満点で買いたくなるわ。飾らない愛嬌の塊キムセジョン様とクールビューティーソルイナ様、お二人がまるで顔芸と思わせるような表情で、とんでもないギャップと爆笑不可避な友情を披露。2組のカップルが見せる恋愛模様は胸キュン山盛りで、これぞラブコメの殿堂。ド級のテンポで進む王道ストーリーを嫌いな人なんていないわよね。社内お見合いは全12話、 Netflix でのみ見放題配信。力の強い女トボンスン。イケメン御曹司を守るボディーガードは華奢な女の子トボンスン。実は先祖代々怪力の継承者で、私利私欲に使うと怪力が消えちゃうから、普段は隠しているけど正義感は隠せない。サスペンスありの痛快ラブコメディ。怪力ヒロイントボンスンをアビスのパクボヨン様、ゲーム会社社長で御曹司ミンヒョクをファランのパクヒョンシク様、幼馴染の刑事グクドゥをレイのジス様、3人の慎重さに注目よ。ただのラブコメと侮ることなかれ。無敵だったボンスンが絶体絶命に陥るサスペンス要素が面白さを加速するわ。怪力をセクシーと称賛するミンヒョクとの間に芽生えた愛が奇跡をもたらしてくれることを祈りましょう。そしてもちろん笑いと胸キュン要素もてんこ盛り。好きがダダ漏れなパクヒョンシク様の萌えシーンは、思わずいい加減にしてとツッコミを入れてしまうほど。だって窓にハート描くのよ、可愛すぎ。スリル満点、刺激的なラブコメをお求めのあなたにぴったりね。視
の強い女トボンスンは全24話、 U-NEXT でのみ見放題配信。九尾の狐と危険な同郷。人間になるため狐の玉に人間の精気を集めていた組法ウヨ、しかし大切な玉を女子大生ダムが飲み込んでしまったから、さあ大変。玉を取り戻すために狐と人間の奇妙な同居生活が始まるファンタジーラブコメディ。人間になりたい999歳の九尾の狐ウヨをここに来て抱きしめてのチャンギオン様。天真爛漫女子大生ダムを応答せよ1988のイーヘリ様。サブキャラや特別出演にも注目よ。チャンギオン様の整った顔立ちと抜群のスタイル、そして魅惑的な低音ボイスが神秘的なクミホのイメージにぴったり。このキャスティングを思いついた人一体誰？出てきなさい。暗い過去を持つウヨを明るく照らすヘリ様の喜怒哀楽、感情豊かな演技にも注目。2番手ペイニョク様やサブカップルなど、個性際立つキャラクターたちと共に良質なファンタジーの世界へあなたを誘うわ。さあ危険な同居生活を体験しましょう。九尾の狐と危険な同居は全16話、今表示されているサービスで見放題配信。ショッピング王ルイ。フランスから15年ぶりに帰国した御曹司ルイは事故に遭い、記憶もなくしお金もないホームレスに。家出した弟を探しに来たボクシルと出会い、貧乏居候生活がスタート。世間知らずな2人の密着ドキドキラブコメディ。生活能力ゼロだけど買い物の目利きはピカイチなショッピング王を応答せよ1997のソーイングク様。山奥育ちの頑張りやボクシルを怪しいパートナーのナムジヒョン様。ヒットメーカー2人のケミは最高よ。交通事故、記憶喪失、御曹司と庶民の恋、カンドラあるある満載の作品。ボクシルにまとわりつく姿はまるでご主人様を追いかける子犬。口いっぱいにもぐもぐ頬張る姿はまるで頬袋いっぱいのリス。ソーイングク様をペットにしたいと思う場面が随所に散りばめられているわ。そして忘れちゃいけないのが、彼はキス職人ということ。あのキス、そのキス、どのキスがお好みかしら。見た後に語り合いましょう。ショッピング王ルイは全16話、 DTV などで見放題配信。ユミの細胞たち。平凡な会社員ユミは3年前に大失恋して以来恋愛細胞が眠っていた。そんな中、職場の後輩からある男性を紹介されるが、ユミの日常を擬人化した細胞たちの視点で描く斬新な発想から生まれた新感覚ラブコメディ。失恋後仕事一筋なユミをトッケビのキムゴウン様、ユミに一目惚れする運をイテウォンクラスのアンボヒョン様、ユミの同僚ボビーをガットセブンのパクジニョン様。御曹司、記憶喪失、お決まりのカンドラあるあるが全くないことが魅力。男女の恋愛観の違いを細胞たちが解明してくれる演出が巧みで、最初は慣れないけど次第に愛着が湧いてきて推し細胞までできてしまうわよ。原作は累計閲覧回数32億回の大ヒットウェブ漫画。実写と 3D アニメの融合はカンドラ初の挑戦で、日本でも高評価のフィルマークス星 4.3 を獲得したわ。話しべただけど真面目で優しい運、できる男を体現したかのようなバビー。さあ愛細胞を起こしてから2人の沼にハマってちょうだい。ユミの細胞たち1、2は各14話、 Amazon プライムでのみ見放題配信。いかがだったでしょうか。今回はカンドラのマミンがハマったラブコメ特集。季節の変わり目、体調を壊さないように胸キュンを摂取していきましょう。ということで今回も局長ゆうやんでございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。アンニョーン。